トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブブルーレイドキュメンタリー。平野翔くんの優しさに涙。平野翔、真くん、大東りつき。トゥーヒーローズドキュメンタリーでかきまみえた三人の絆、家族みたい。トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブのライブブルーレイとドキュメンタリーが公開され、ファンの間で大きな話題を呼びました。その中で、特に感動的な瞬間として語られているのが、 平野翔君の温かい行動です。彼の優しさが裏方でも変わらず、後輩に対しての気遣いが見られる場面が多く、ファンからは、最高に押せるとの声が続出しました。平野翔君のファンにとって、この映像はまさに彼の人柄を再確認できる貴重なものとなっています。特に印象的なエピソードの一つが、翔君がリッキーに話しかける場面です。その際、しんが少しジェラシーを感じながら、 後ろからじっと見守っている姿がとても微笑ましく映し出されています。この瞬間、ファンの間では、しんくん、かわいすぎると大いに盛り上がりました。しんくんは大スターでありながら、自分から積極的に動けない部分があり、その控えめさが逆に彼の魅力となっています。そして、そんなしんくんがショウくんの前でまるでファン代表のように振る舞う姿は、ファンたちからも共感を呼び、平野丹の気持ち、 わかるよねといいう声が上が上っていますまた翔くんとしんくんそして大東樹月くんの3人が見せる関係性もファンにとってはとても尊いものです先輩としての翔くん新しい環境で成長していく達樹くんそしてそんな2人を見守るしんくんの姿がドキュメンタリー映像の中で映し出されていますこの空間には温かさと紳士さがあふれファンにとっては心を打つ場面の連続です 特にタツキんが翔くんから話しかけられ、その後ろからシンくんがじっと見つめるシーンでは、ファンから、シンくん本当にかわいらしい、との声が上がりました。このような瞬間が、ドキュメンタリーの見どころの一つであり、ファンの間では、メイキング映像が大好き、という声が広がっています。藤原博さんが手がけたリミックスも話題を呼んでいます。翔んの魅力をさらに引き立てるような音楽が、ファンの心に響き、 彼自身もきっと喜んでいるだろうと、多くのファンが感じています。音楽の力でさらに深まるライブの感動、その裏にはたくさんの努力や情熱が詰まっており、それを支えるスタッフやアーティストたちの姿勢にも感謝の気持ちがあふれます。このライブブルーレイとドキュメンタリーを通して、ファンはアーティストたちの新たな一面や成長を感じ取ることができました。翔くんやんくんの関係性だけでなく、 タツキんの存在感も大きな魅力の一つです。リッキーが新しい環境で少しずつ自信をつけていく姿には、彼の成長を見守るファンの期待と愛情が感じられます。こうした姿を見せてくれることで、ファンはより深く彼らに寄り添うことができるのです。そして、翔くんの優しさはただファンに向けられるだけでなく、共演者やスタッフに対しても同様です。その人柄が映像を通して伝わってくるからこそ、 彼の人気はまままますすす。高まり続けていますこうした姿を見たファンたちは、翔くんのようになりたいと感じたり、彼のように人に優しくありたいと自らの生活にも影響を受けたりします。それは単なるアイドルの枠を超えた、彼の人間性の魅力によるものでしょう。また、急なサプライズとして登場した、ナンバーアンダーライン愛の場面では、ファンは驚きと感動を隠しきれませんでした。 突然の展開に驚きつつも、その演出がライブ全体の感動をさらに高める要素となり、多くの人がその瞬間を忘れられないと感じています。こうしたサプライズは、ライブならではの一体感と興奮を生み出し、ファンにとって特別な体験となります。ライブやドキュメンタリー映像の魅力は、単にパフォーマンスだけではなく、その裏側にあるストーリーや、人間関係の温かさにもあります。ファンは、 ステージ上の華やかな姿だけでなく、その裏側で努力し、仲間と支え合う姿に心を打たれるのです。こうした裏話やエピソードを知ることで、アーティストへの思いはさらに深まり、彼らがどれほど真摯に活動しているかを感じることができます。さらに、今回の映像では、ファンから見て、憧れの存在である翔くんが、裏方でも変わらない姿を見せてくれたことが、特に多くの共感を呼びました。 彼の自然体な優しさが画面越しにも伝わり、見る者に安心感を与えてくれるのです。そして、その優しさに触れるたびに、ファンは次はもっと応援しようと、彼の活動を応援する気持ちがより一層強くなっていくのです。翔くんと大東くんが話している場面や、新くんがその様子を見守る姿は、まるで家族のような温かさを感じさせます。この三人の間には、 信頼と尊敬がしっかりと築かれているのが分かり、その絆がファンにとっても大きな魅力となっています。特に、しんくんのお兄ちゃん的な立場が際立つ場面では、ファンは微笑ましい気持ちになり、彼らの絆を見守ることができるのです。ドキュメンタリーの中で描かれるこうした瞬間は、ファンにとって特別な意味を持ちます。それは、アーティストたちが見せるシンの姿に触れることで、 より深い共感と愛情を感じることができるからです。そして、ファンたちはそれぞれの瞬間に自分の感情を重ね合わせ、翔くんや新君、くん、大東くんへの応援の気持ちを新たにしています。このように、ライブやドキュメンタリーの映像は、単なるエンターテインメントを超えた、人と人とのつながりを感じさせるものです。アーティストとファンが共に作り上げる空間、その中で生まれる感動は、何よりも貴重な体験です。 ファンは映像を通して、翔くんたちが築き上げた、トゥー・ヒーローズという特別な世界をより深く感じ取ることができました。それは、ただのファンとアーティストという関係を超え、まるで一緒に旅をしているかのような親密さを感じさせるものです。こうしたライブの余韻を味わいながら、ファンたちは次のステージに向けて、また新たな期待を胸にしています。翔くんや新くん、大東くんがこれからどんな成長を見せてくれるのか、 そしててどんなな感動を届けてくれれるのか、待ちちきいいい気持ちででっぱいです。ファンにとってこの「トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブ」は忘れられない思い出となりこれからも彼らの活動を応援し続ける原動力となるでしょう。また「トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブ」の公開後ファンたちはそれぞれの思い出を共有し合いその瞬間を再び振り返ることでライブの感動を長く楽しんでいます。 SNS やファンコミュニティでは、ドキュメンタリーの印象的なシーンやライブのハイライトについての話題が尽きることなく、次から次へと感想や意見が飛び交っています。それは、彼らが共有する体験の価値を、時間をかけてかみしめている証拠とも言えるでしょう。特に、翔くんのファンたちは、彼の優しさが画面を通しても伝わってくることに感動し、彼のように思いやりのある人でありたいという思いを抱くようになっています。 翔くんの後輩たちへの配慮や、リーダーシップを発揮する姿は、彼自身の努力と真剣な姿勢を物語っており、それが多くのファンの心に深く響いています。彼の背中を見て、リッキーやシンくんたちも成長していく様子は、ファンにとってまるで青春ドラマのような感動を与えてくれました。さらに、こうしたドキュメンタリーの魅力は、ただ感動的なエピソードを見せるだけでなく、 彼らのチャレンジ精神や葛藤にも焦点点を当てている点です。アーティストたちが一つのライブを成功させるためにどれほどの努力を重ねているかその裏側を知ることでファンは彼らの真摯な姿勢に共感しますます応援する気持ちを強めていますそしてその一方で彼らがステージ上で見せる笑顔がどれほど多くの困難を乗り越えた後に生まれたものかを感じることでライブの瞬間がより感動的に感じられるのです また、ライブの中で生まれるファンとの一体感も重要な要素です。t ゥ o h e r o e s t ファ e f i r s t s u p e r l i v e は、単なるパフォーマンスの場を超えて、アーティストとファンが共に作り上げる特別な空間となっています。ファンたちは、ライブ会場での一瞬一瞬を大切にし、それぞれの思い出として心に刻みます。その記憶がブルーレイやドキュメンタリーを通じて再び蘇えることで、彼らの絆はますます深まっていくのです。 ファンにとって、彼らとのつながりは日常の一部であり、時に励ましとなり、日々の生活を支える力となっています。翔くんをはじめとするアーティストたちの活動には、ファンが自分自身を重ねる部分が多くあります。彼らの努力や成長を目の当たりにすることで、ファン自身も、私も頑張ろうと前向きな気持ちになれるのです。そうしたポジティブなエネルギーが、アーティストとファンの間に流れ続け、 互いいいをを支え合う関係を築いています特に日本ではアイドルやアーティストとの応援文化が深く根付いておりこのような関係性は他にはない特別なものです。